世の中、リストラが大流行してます。実は私もリストラの対象になっています一昨年からずっとプレッシャーをかけられたり言及されたり社長から直接リストラをほのめかすような話をされたり肌でリストラを感じていますとてもお恥ずかしい話です ですから、ここ5年くらいはなんとか仕事を辞めさせられても仕事を変えても生きていけるように副業を模索してきましたが全くダメですアフィリエイトブログ FXYouTube などいろいろやってみました それから自分の特技を生かして勉強会を開くなどして講師料をいただく副業だとかいろいろ仕組みを考えてみましたが実際は本業からの給料で生活しているという状況です雇われている限りいくら仕事を一生懸命やっても ストック型の財産じゃないから自分の財産としてたまりませんよという話をよく聞きますだからブログや YouTube がいいですよという話も聞きました私はまだブログや YouTube から収入を得られてないので実感としてはないですがいくつかブログや YouTube をやっていて嬉しいこともありました それは過去に書いた HB101 という植物活性剤これをずっと犬に与え続けて犬が健康に18年間生きてくれましたよっていうようなブログだとか YouTube を書いたんですねでもうこれが1年ぐらい前に書いたものなんですけど最近1年経った最近 ブログをたどってツイッターで、あのー、私の記事をリツイートしてもらえましたでこれはあのストック型って言いますかもう1年以上前に書いた記事が今になってその取り上げられたということでああんかこういうたまり続けるんだなと記事はたまり続けるんだなということを実感した経験でした まあこれまでいろいろこうやってきました。ブログをやってきたり、あとサーバーを借りてワードプレスを始めたり、YouTube 始めたり、アフィリエイト始めたり、FX やってみたり。でどれも始めるのは結構簡単です。ただ、実績、まあ、結果を出すのはすごく大変です。まあ、出せてません。 で、よくまあ聞きます。あの、挑戦しても失敗の方が多いよと。たくさんの失敗の中に、まあ、本当に1%ぐらい成功があるよと。まあ、うまくいかないことの方が多いですよと。そういう話はよく聞きます。まあ、確かに、ほとんど失敗というか、 まあ、よく皆さん言いますけどその、経験になるから失敗じゃないとは思いますけどね、あのまあ、自分が考えてるほどうまくいかないものの方がほとんどですよね。ただ、やってみて分かることっていうのは確かにいっぱいあります。ダメだったっていうことも分かります。で、何もやれん、まあ、このままね、その、まあ、私なんかの今置かれてる状況なんかから考えても、何もやらなければ、ただリストラされ,されて、 まあ終わっちゃうわけですしまあそうやって FX だとか YouTube だとかブログだとかアフィリエイトだとかに挑戦しなければまあ何も経験も身につきませんでしたしまノウハウも身につかなかったのですごくやってよかったなと思いますそれに頭にインプットしただけだとそれは身につかないのでやっぱり使わなきゃ定着しません だからこうやって実践することであのインプットしたものが覚えられたように思いま,すまあ私は昔から学んだらすぐ実践するっていうやり方でやってきましたそれは覚えるからですで経験して痛い目にあったりして自分の血肉に変えてやっぱりその自分の経験で物を語れるようになりたいなっていうふうな思いもあって やっぱり実践を大事にししてきましたで YouTube を始めるには、まあ、私なんかも本当に下手くそな動画しか作れないから何とも言えないんですけど、まあ、スマホさえあればできますスマホで動画撮ってアップロードするだけなので,で最近サムネイルは、えー、写真を加工するアプリであのやってます だからスマホとその写真加工アプリさえあればすぐに YouTube を始められますただこれまで私がアップしてきた動画を見ても自分で見ても赤面するぐらい下手くそです、まあ、これじゃああの人に見ていただけないなっていうのが自分でも感じますただもっともっと上達したいなっていう 思いや夢はあります、まあこうやってあの下手くそなりにも始めないとまあとにかく始まらないというか現実は何にも変わりませんのでまあとにかくリストラされて終わりますからあの私もバタバタあがきたいなっていうことで YouTube ブログとかやってるんですけどちょっと今日からは毎日 YouTube を更新して。 あのやっていいいきたいと思いますそれで試行錯誤して改善していく、まあ、これしかないなと思っていますで YouTube の特徴なんですが、まあ、ブログの方は検索してあの訪問してもらえるんですけど YouTube は検索っていうのはほとんどないように思いますでほとんどがあの、まあ、皆さんも YouTube やってるい あの飛び込んできたそのサムネイルでちょっと興味あったものを、まあ、クリックしたりだとかあとは普段あの見てる人であなたのおすすめ動画とかっていう形で出てきたものを見てると思いますがこの YouTube 側がセレクトしてるおすすめ動画などにあの取り上げてもらえないとなかなかその伸びないっていうことが分かりました。 ですから今、私の目標は you 側 YouTube 側に動画を取り上げていただくというのが目標です。それにはいい作品を作って YouTube 側に認めてもらうとスポンサーである企業側広告主に認めてもらうそこを目指したいと思っています。 私の場合はパワーポイントとかスマホで動画を作ってとにかくいい作品を質を上げて、まあ、YouTube にアップしてそれで評価してもらうっていうことが、まあ、大事だと思っています今日は YouTube の始め方ということでお話ししました、まあ、YouTube を始めるっていうだけだったらスマホと本当に加工アプリさえあれば簡単にアップロードできますので 始めるだけだったら簡単ですので、とにかくやってみると、それで改善を繰り返して質を高めていくと、でとにかく YouTube 側に、広告主の方たちに、えー、認めてもらわなければ、動画の再生回数などは、登録者数とかは伸びませんので、まあ、とにかくそこを目指すということです。以上になります。